さあ、今回のマリオメーカー2はこちら。さあ、今回はリンマリオさんの作られたパウウォールバージョン2。パウ壁投げて壁キック。なるほど。さあ、パウが高く積み上げられているところをパウを掴んで壁キックしつつ投げて登っていくみたいな感じなんでしょうか？さあ、今回はちょっと変わった分かると楽しめそうなやつができたのでよかったら遊んでみてくださいと。じゃあ早速やっていきましょう。さあ、蹴って登って投げて。お、トリマよ、お、おい、お、おお、え、持ってる間は壁キックできないから、取った瞬間に投げて壁キックってか、なんか違うなこう来てこう来て投げて、お、お、こんな感じか。じゃあ、ほい、あれ、あ、壁ずり落ち状態だとつかめないんだ。なるほど。ということは下から取った方がいいのかな。あ、なるほど。いや、でも難しいんじゃないこれ。よし。お、ほい、壁蹴った瞬間に掴んでくれないかなよし。お、なかなか、あ、さあ、意外と難しいぞ。ほっボタン押しっぱなしにしてるつもりなんだけど、パウに触るまではボタン押しっぱなしにしといて投げ、投げてキック、投げてキック、なかなか感覚がつかめなくて難しい。持って投げるまでのタイムラグを考えた後に、厳しい。だんだん下がっていくよ。オッケー。なるべく下の方から、そういうわけじゃないか。よし。お、さあ、ゴールは目前だが、え、投げてオッケーだけど、気になるこっちは何なんでしょうこれ。お、エクストラステージがある。マージか。そして俺は逃げ出した。なるほど。うわ、不穏な感じ。よし、じゃあもう一回やっていこうか。あの時点でかなり難しかったね。これからさらに難しいのが出てくるっていう。お、お、落ち着いて。投げ、投げ、投げ、おい、おい、おい。よし。さあ、なんとかマリオ死なずに来れたけど、お、これ持ってけないかな。無理か。一個なんか得できないかなと思ったけど、どうにかできないか。無理か、しょうがない。お、さあ、これは、あー、お、これは、あー、もうダメっぽいあ、マジか、優しい。あれ、あー、なるほど。
チャンス1回だけ。悲しみ。OK。さあ、登って。いった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 、なるほど。突っ込みすぎてもダメなんだ。ちょ、まあ、しょうがない。よし。お。あー、またやっちゃった。お。なー、難しいな。どうにかパウだけ持ってパウの下に潜り込めないかな。うわー、ちょ、なんかよくわかんなくなった。からの、しかも高すぎて倒せてない。かー、どうせだー、難しい。柔らかタッチからの、お、あー、登ってしまった。多分だけどさ、これありなんじゃないかな。おっとっと、そういう手もある。片方だけやって、お、なるほど、そういうこと。うまくいってないけど、いや、うまくいってるような、うまくいってないような。あー、登っちゃった。もう下に投げて、下に落としてもいいから。なんか、まあ、なんか違う気がしないでもないけど、やり方合ってるのかって言われたらちょっと自信がないけど、あー、行き過ぎた。いや、普通にやった方が良くないっていうのはあるけど。むずいわー。あ、あ、え、ラッキー。いや、待って。果たしてこれはラッキーというのか。いや、怖い、怖い、あー、くそー。よし、触って降り始めてから逃げるっていうのが一つの回答。じゃなきゃ入っちゃうってことじゃない。あー、後半戦。よし、オッケー。いや、貯金が生きたぞ。やったー。果たしてこんなクリアの仕方でいいのかというところだけど、あと普通にクリアできそうな気もしなくもなくなった。ようやく理解できたよ。あの、勢いがある時にブロック握っちゃうと、たまにブロックの中に入り込んじゃって死んじゃうから、壁にぶつかった後に握って投げて即ジャンプっていうのがいいのかもしれない。それか今やったみたいにこう投げるんじゃなくて、下にね、手放すとより早くキックできる可能性もなくはないけど、そのあたりはね、ちょっとマリオの仕様がわからないから何とも言えないんだけど、うーん。
いやでも難しかった。というわけでもう一回最初から。さあ挑戦できるか。うん、壁キックしながら持ち上げるっていうのはできないかな。無理か。さあここから通う。とちょっと失敗した。触って取る、触って取る。いやー触って取るを意識したら今度は離せなくなったよっ。距離っていうか高さが、多分リカバリーのためにも下投げはね結構重要なんじゃないかなと思う。1個か2個ぐらい下に落とせておけば復帰がしやすくなると思う。うん、こんな感じかな。あ間違えた、癖が出てた。落ち着いて。あーやっちゃった。しかしここから復帰できる。よしよしっていうか、だからそれじゃ変わらんやさっきと。あーやっちゃった。あー失敗した。あでもまだ助かる。 OK。 よし、おー、こうなっちゃったらもうダメっぽい、ダメっぽい。まあこうなったらもう貯金使うしかないよねっていう。なるほど、まあできなくはない、できなくはないけど。いいよ。息ができない。やったきたー。いやようやくまともにクリアすることができた。なるほどね、スティックニュートラルの状態でブロックに触れて速度をゼロにした後に掴んで投げて、すぐというか壁方向にマリオを動かしてずり落ち壁キックっていうのを繰り返すっていう。いやー大変だった。最初はなんかよく何が何だか分かんなかったけど、そういうことを分かると面白い。なるほどね。いやーこれはかなり新鮮なプレイ感覚ですごく楽しかったです。さすがリンマリオさん、こういう仕掛けがね作れて、しかもちょっとだけ裏技を許容してる感じがいいですよね。最後のとこなんてリフトとかさ、あそこにパウブロックポンって置かせることもできたからなんとかなるんじゃないとか、あと横に投げないで下の方に投げていけば積み重ねておいてリカバリーにも使えるみたいな、そういう裏技を若干ね許してくださってるところがいいコースだなって思ってます。さあというわけで今回はねかなりなんていうかそれほど多分難しいコースではなかったと思うんだけど、かなり新しい感じのプレイができてすごく楽しかったです。さあというわけでじゃあ今回ここまでにしておきましょう。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。